この奇跡に乾杯です。ほんまに飲んでほしい。やってんな。マジでこれうまいわ。子猫の肉球でムギュムギュされてる感じ。うまかく。完全満。チキチキコンビニワイン全54種類を飲み比べて美味しいワイントップ3を決めよう、赤ワイン編。はい、というわけで宇佐美さん、はい、前回ね白ワイン19種類を飲み比べてトップ3を決めました、はい、白ワイン編をまだ見てない方は先にそちらの方もねぜひ見てほしいんですけれども、今回はその赤ワイン編ということで、まずこのコンビニワインの概要を説明すると、コンビニ大手3社、ローソン、ファミマ、セブンイレブンの3社で買えるプライベートブランド PB のワインを2月8日で買える時点のワイン全部プラス、その大手のコンビニの中で、うん、まあ、大体置いてる買えるっていうワインを合わせて全部54種類買い占めたんですね、はい、でその中で赤ワインが35種類ですねあるんで、今回はその赤ワインを35種類全部飲み比べて俺らがうまいと思うワイントップ3を決めようではないかという企画でございます。みんなの代わりに54種類飲み比べました、うん、はい、いや飲み比べましたじゃなくてまだ35種類まだやから、うん、今からな、今からその残り35種類を、赤ワインばっかり飲むという企画でございます、うんうん、で白ワインの方気になる方は前に上げた動画をぜひご覧ください。また概要欄に貼っとくんでそちらからご覧ください。でこの動画はねコンビニワインの全部総ざらいというか、まあ僕の中では完全版の動画を作りたいっていうことで白ワインと赤ワインの両方とも動画をね撮ってるんですけれども、この完全版でじゃあどういう意味やねんっていう話なんですけども、まあ、まずは大手3社で買えるプライベートワインを全て買い揃えた、うん、で飲み比べたっていう部分ですね、うん、で、まぁ、ちょっとね、白ワイン編ではこの完全版の定義を言い忘れちゃったんですけども、まずそれが1個と網羅してるっていうのと、あとはそれを全部ちゃんと飲んで、うん、まぁ、一応ちゃんと1個1個のワインに対してのコメントをしてるっていう意味で、これを見ればコンビニワインのことがわかるよっていう意味で完全版と名付けております。ただですね、まぁ、もちろんワインによっては、いっぱいこうコメントを言いたいワインもあれば、みたいな、コメントの厚みがね、ワインによっては違ったりすると思いますけども、なぜそうなるのかっていうのは、お察しください。コメントのね内容の強弱はもちろんボリュームとかあると思うんですけども、そちらはぜひご了承いただいた上でご視聴の方お願いします。で今回は全部で35種類赤ワインがあるんですけれども、飲み方はねこのグラスの出てる数分ですね5種類ずつ飲み比べをしていこうと思います。まあなんでこれを7クールしなければいけない前回よりも 1.8 倍ぐらいからな、はい、修行ですね。修行ですはい、今回も肝臓に負担かけまくってやっておりますのでぜひ皆さんね参考にしてほしい、これはマジで、うん、でその35種類の飲み方なんですけども、我々は、まあ、なるべく軽いものから順に飲んでいこうかなと思ってます、うんうん、でこれは普通に普段ワイン飲む時もそういう意識をすれば美味しく飲めるんじゃないかなと思うので、そういう飲み方っていう部分もちょっと参考にしていただけたら幸いです。まあ、例えばブドウの品種によってもやっぱりこう赤ワインでも軽い飲み口だったりとか、ずっしりくる結構味が濃い赤ワインもあったりするんで、やっぱその味が薄い方から飲んでいくっていうのが基本になるので、うん、我々も今回そのような形で飲む順番は決めました。ただ品種によってはね、うん、ちょっと軽い、うん、重いどっちやろこれみたいなものはあるので、若干それはね厳密ではないとは思うんですけども、そんな感じで5種類ずつこれから、うん、飲んでいきたいと思います。で今回はね僕らが美味しいと思ったコンビニワイントップ3と、あとワイン初心者にも飲んでほしいトップ3っていうものを2つ決めます、うん、まあ、白ワイン編でもねそれは決めたんですけども、まあ、ワイン興味あるけどなかなか何を飲んでいいんかわからない、そもそもコンビニワインって美味しいのかで、いっぱい種類あるから何買ってええねんっていう方は、ワイン初心者に飲んでほしいトップ3をぜひね買ってみてください。それぐらい自信があるトップ3を僕らが選びますんでぜひご期待ください。ではこれから5種類ずつワインを飲んでいきます。さてというわけでまずはこの5種類になります。もういい匂いが漂ってるね、うん、でまず最初はこの1本目はあのロゼワインと言いまして、このロゼワインって何かっていうと、あの黒ぶどうを使って白ワインの作り方をしたワインですね、うんうん、はい、なんでまあちょっと色が白ワインよりも結構濃いめになっております、うん、まあ厳密に言うと3種類ぐらい作り方あるんですけど、まあ大体そんな感じ、うん、大体そんな感じ。では1本目はヨセミテロードグルナッシュドライロゼになります。グルナッシュっていうブドウを使ったロゼワインですね、うんうんうん、まず第1杯目いただきます。はい、お願いします。おお、
香りいいよ。優しいちょっといちごのいちごジャムの香りやね。色もオレンジがかったサーモンピンクで綺麗。うん、綺麗。綺麗な作り、いい。めっちゃいい。ちょっと待って、一発目からこれ結構うまいぞ。女性見てって他にも、ね、赤ワインも白ワインもあるんですけども、俺、まあ赤ワインまだ飲んでへんけど、うん、ロゼちょっと抜けてるわ。完全にサーモンに合うねこれ。合う。スモークサーモンとか、うん、マリネとか。マリネとか、なんかそれがイメージできるような味わい。味はまあまあ酸強いな結構。まあでもそのなんていうの、食前酒とかなんか最初の前菜に合わすのにぴったりかなとは思う。うんうんうん。あとちょっとハーブっぽい感じも。え、これはめっちゃ美味しいな。ちょっと一発目から当たり引いちゃったかも。うんうん、味わいに関しては酸味がまあ一番主張が強いかなと思うんだけど、うんうん、その酸味も綺麗なんよな。うん、綺麗な酸。で味わいはみずみずしい感じで、うん、食事の邪魔はしない感じがすごいする、うん、別に甘いとかはないしな、うん、であんまり辛口ドライやけど、まあ、ちょい辛口っていう感じかなと思います、うんうん、結構初心者にも飲みやすいと思う。すごいそうやな。なんか、うん、ケイパーとかローズマリーとかそういうハーブ系の香りもするからめちゃくちゃ食事に寄り添う系やと思う、うんうん、これちょっと全然ありやと思う。優勝者決定です。あ、決定です。もう終わり。では次は2本目ね。これ皆さん絶対にどこでも見たことある。1回は見たことある。ポリフェノールたっぷり無添加赤ワインでございます。目に良さそうやね。色はまあ結構しっかりめの濃い感じやね。ねっとりしてるな。ねっとり。うわ、香りもねっとり。いただきます。あー、めちゃめちゃジューシーやね。ちょっとジュースかって言われたらジュースっぽさもあんねんけどな。あ、でも私これはこうやって好きかも。なんか例えば夏に外で飲むときに持って行って氷入れて飲むみたいな。わかるわかる。俺も思った。多分美味しい。駄菓子で言うと、うん、あのブルーベリーのさガム何個か入ってこんなちっちゃいさ、あの恐竜のやつやろ。あ、そう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 、そういう感じのちょっとお菓子っぽい 甘さ、甘やかさがある。うん、味はもうブドウジュースやな感じに。甘い。これだけでちょっとサクって飲むにはめっちゃいい。ごめんなさい、あのアホにしてました、うん、完全に。でもこれは濃いブドウの味がするんで俺的には好きやな。うん。では次3本目です。こちらも酸化防止剤無添加赤ワイン。こういうところは何が違うん？まろやかな味わいっていうのと、こっちはポリフェノールたっぷりで濃い赤ワインやから、うん、まあ、こっちの方が味が薄いかなと。まあ色の濃さはそんなに変わらんかな。香りはどうやろ。あ、香りはでも似てるね。まあその駄菓子感の甘さっていうのは感じる。あー、でもこっちの方が確かにまろやかな口当たりで味はまあ薄いって、薄いっていう言い方はちょっとあれやけど、こっちがブルーベリーとしたらこっちはイチゴ、うん、イチゴのハイチュウみたいな感じ。ちょっとこっちの方が酸味も強いな。ブドウの味が濃いのが好きだったらこっちの方がいいかなっていう。でも飲みやすさはこっちの方があると思います。こっちよりは薄いのでしつこくない。はい、以上です。では次4本目、アルパカのピノノワールです。売ってるコンビニと売ってへんコンビニ結構分かれるんですけども、うん、3から5軒行けば2軒ぐらいあるかなっていう感じです、うん、でピノノワールっていうのはすごい上品でエレガントで、ワイン好きってピノノワール好きっていう人多いよな、うんうん、じゃあ今度はうさみから行ってみようか。じゃあ無類のピノノワール好きのうさみから行かせていただきます、うん、お願いします。おー、エレガントです。バラ、ローズ一緒。あとちょっとのスパイシーさがある、胡椒的な、うん、いただきます。うん、おお、なるほど、うん、この香り好きやな。まあ、若干なんか甘いベリー系の香りがすんねんな、うんうん、確かにエレガントやわ、うん、おしゃれな味。え、ちょっと待って、大丈夫かな、このペースでいったら俺ら35本の前に倒れるぞ。味はどう？ピノノワール特有のその旨酸っぱい感じ、コウメ感まではいかないけど、うん、キュッと可愛らしい酸はあって、うん、でその後まだ若いから結構ジューシーさもあって、余韻にさすがにそこまで土感とかキノコ感はないね、うん、なんか一言言うと味わいはチャーミング、とにかくチャーミングやね、うん、なんかそれが俺の中ではピタッとハマる表現、味わいに関しては。今もうパッとペアリング思いついてんのが、うん、魚系の缶詰あるやん、うん、ちょっとでそれも味噌煮じゃなくて水煮ぐらいの、まあ、若干甘く煮て生姜の感じとかもあるようなやつ、うんうん、絶対合うと思う。なるほど、うん、ちょっとそれメモしといて、ペアリング企画もねやっていきたいんで、うん、いやちょっとアルパカのピノやれやんけ。では次5本目、ヨセミテロードスペシャルセレクションピノノワールでございます。こちらはアメリカの赤
ワインですね、うん、さっきのはこれはチリワインですね。では国が違ったらどう違うのか期待したいのがこのセブンプレミアムのゴールドって前の白ワイン編でもお伝えしたんですけど、うん、美味しいんよ。完成度高いよな。高い。では5番目いいですか、うん、系統的には同じような香りはするかな。4番とバラ系です。おぉこれ5番の方はより4番のアルパカのピノノワールに比べて旨味がすごい。目つぶって飲んだら高級ワインって言われてもへーって思いながら飲んじゃうぐらいの香りやな。うん。いやこのセブンプレミアムゴールドシリーズ結構やばいわ。こっちの方がイチゴ感強いな。あとちょっとなんかビスケット感みたいな。こっちの方がだいぶジューシーやな。私これが好き。わかる、うん、ジューシーやし旨味の波が高い。こっちの方が、うん、ザバーンってくる感じ、うん、うん、うまい。でこのヨセミテロードのスペシャルセレクションのピノノワールは樽由来のトースト香を上品につけてるみたいやから、うん、まあ、宇佐美が言うビスケット感っていうのはそういうところから来てるんちゃうかなという感じですね。なんか自分の中でこれベスト3にいいでよっていう候補に印つけてんねんけど、うんうん、3つぐらい丸ついてんけど。いやいやいや早い早い。もう決定もんやったら私はって感じやねんけど、うん、ワイン飲んだ時にもうこれ合うなみたいな料理がなんか鼻とこの辺りで魔の内再生の代わりに、うん、なんか鼻の中で再生されるみたいなあんねんけど、うんうん、これ飲んだ瞬間に出てきたのはもうラム肉のロースト、うん、ラム肉のローストに合うんじゃないかと、うんうん、想像でマリアージュ進んでくることあんねんたまに。それが結構これはなんかもうふわってきたな。まあじゃあそれもメモしててくださいちょっと出だしからレベルが高いです。コンビニワインの赤やばいな。レベル高い。さあというわけで2週目に入ります。ではまず6本目ファミマルのピッキーニキャンティーっていうねこちらの赤ワインです、まあ、これはイタリアの赤ワインなんですけれどもサンジョベーゼっていうブドウで作られたワインでございます。結構好きな品種やな。あ、うん、やっぱイタリアンといえばサンジョベーゼで、うん、あとゴルゴンペンネで合わせたいみたいなね、うんうんうん、飴感があんねんな。イチゴの飴みたいな。飲んでみて。ほう、え、めっちゃいい香りじゃない。いい香りやけど俺がイメージするキャンティーとは違った。どんな香りやろ。いちごあるな絶対に、うん、でもアメちゃん、あ、今なくなったわ、うん、最初はそう思ってんけど。ほんまやな、スワリングしたらなくなった、うん、最初なんかめっちゃいちごのアメみたいな香りしてん、だから最初全然違うなと思ってんけど、うんうん、と大人な感じの香り、はい、うまいやん。コンビニで手軽にキャンティー楽しめるなんてすごいな。まあでもキャンティーはファミマルでしかないから、うん、サンジョベーゼっていうブドウのワイン、うんうん、すげえなファミマル。ファミマルもなかなかやりますね。うん、タンニンもあるけどちょっとだいぶまろやかでバランスはいい感じ、うん、でトマト感はあるね。絶対トマト料理とかピザとかに合うと思うわこれ、まあ、香りいちご梅で味も梅っぽい感じもするし、さっきウサムが言ったトマト感、うん、で後味がちょっとハーブな感じで終わるっていう感じやね、うん。では次7本目こちらコンビニワインで珍しいんかわからへんけどもコルクのワインなんで栓、うん、抜き必要です、うん、ご注意ください。7本目はジストグランレゼルア2011、うん、まあ、この2011とか変わるかもわかんないですけども2011ってすごくない。すごい13年熟成ほんまにちょっと疑うよな、うん、コンビニで買えていいんですか、うん、やっぱこう熟成期間が長いほどやっぱ値段上がっていくんですよワインって基本的に、うん、がコンビニで手軽に買えるスペインワインで、うん、テンプラニージョっていうブドウ品種を使ってます、うん、これ結構好きなブドウやねんけども、うん、色はこんな感じです。黒紫って感じかな、うん、まず香りから、うん、何この樽のすごい木の香りがする。その中にもちろんブドウのエレガントな香りが混じってて、うん、エレガントです。エレガントでエレガントな。テンプラニーリョっていうブドウ品種自体はそもそもどんな品種なんですか。果実味が強いんで、ブドウのギューって絞ってこうした感じ、うん、フレッシュやけどなおかつ熟成にも向くイメージある、うん、若いうちでもジューシー飲みやすいし熟成させてもまた旨味がどんどん出てきてまたすごい色が変わるブドウで、うん、すごい面白い品種です。めっちゃ樽やな確かに、うん、めっちゃ樽の木の香りがします。香りは割と大人。奥の方に赤いクランベリーぐらいの甘々じゃないギュッとなんかうま酸っぱい感じの赤い果実っぽい香りはしてる。うん、
でも飲んでみるとやっぱり天ぷらっぽい甘さもあってちょっと鉄分もあるな。だ俺の思ってるやつとは味が違う。そうやね、全然違う。でもこれは美味しい。これはお肉絶対合うな。はい、では次8本目でございます。8本目はローソンですね。カーサスベル仮想シリーズのカルメネールというブドウ品種を使った赤ワイン。これのさ白バージョン確かめっちゃ美味しかったよな。白ワイン編の動画でね、この白も紹介してるんで、うん、ぜひ見てほしいんですけども、今回はそれの赤ワインです。これはね、相性がいいのは焼き鳥とんかつうなぎかば焼きって書いてます。ほんまかい。ほんまかな。なかなかええんぞ。一応これチリのワインなんですけども、幻のブドウカルメネールって言ってるねんけども、まああんまり取られへんのかな。ちょっと俺はごめんなさい、知識がカルメネールに関してあんまないからわからん。幻感あんま感じてないよ。だからこそ幻なんかもやっぱり。なるほど、一般人の目の前には現れない。でもローソンにあります。あれ幻って何ですか。幻がローソンで買えます。うわー、めちゃめちゃスパイス感もあって青々とした感じで、シシトにぴったりやわ。うん、うん、香りは。なるほど、じゃあピーマンの肉詰めとかかな。あーでも味はいい意味でうなぎられたな。早く飲みたい。まあ飲んでみてよ。おー、もっとスパイシーな、うん、ハラペーニョまで言ってもいいかもぐらいの。あー確かにハラペーニョ近いな。味は今でもスパイシーやな。裏切りっていうのはどういう意味での裏切り、うん、これはもっとなんかこの後に紹介するカベルネソーヴィニヨンとかソーチ系のなんか結構しっかりとした味わいかなと思って、思ったより軽かったんよ。もう飲みくじがすごい軽くて、案外スルスルっていける、あっさりとした味わいやったから、それね、いい意味でびっくりした。うまいな。これめちゃくちゃ美味しい。これで香りも独特やしさ、いろんな人に飲んでほしい。渋み酸味みたいなのが滑らかやし、うん、初心者向け。言うた方すごいわかる、うん、やっぱ赤ワインって渋い酸っぱい美味しくないの、まずいワインイコールそれが入ってるから、三大まずい要素、それが感じないわ。なかなかいいワインだと思います、うん。で8番に関しては味わいはザクロプラスその中に出汁感があって、スルスルいける滑らかな口当たりで、8番は結構いい感じですね。次は9本目、エボディアっていう赤ワインです。こちらのブドウ品種はガルナッチャというブドウ品種を使ってます。でまあこのワインはスペイン産のワインなんですけども、ガルナッチャって味はブドウの果実味が、まあ、ある程度しっかりとあるプラスやっぱこう黒胡椒とか胡椒感があるスパイス感があるブドウっていう僕の認識です。なんで結構いろんな幅効いた食事に合わせやすいし、これ単体でも飲めるようないい感じのバランスを取れたブドウかなと僕的には思います。ではガルナッチャいただきます。おー、思ったよりもフルーティーな香りやな。うん、スペインワインって感じやね。レーズン、イチジク、うんうんうん、味わいは結構フレッシュ。でも全体を通してちょっとタルコーなんかな、チョコレートっぽい感じはある。これのイメージはブルーベリーとかあのレーズンとかイチジクとか干したドライフルーツ系をちょっとチョコレートでまとったやつを食べてるって感じ。バーとかなんかウイスキーに合わせて出てくるやつ。あー確かにチョコレートとかに合うかもね、意外と。いや全然合うと思う。では10本目でございます。デスパーニュの赤ワイン、これはフランスです。本場フランスですね。これは品種が変わってメルローっていうブドウ品種を主体として作られているフランスのボルドー地方っていうね、南の方の地域のワインになります。でこれは割としっかりめって書いてるな、フルボディって書いてるんですけども、色自体もこんな感じで結構黒に近い紫ですね。メルローってさ、うさみ的にはどういう印象がある？割とめっちゃ表現悪いけど親しみやすい田舎の味、果実味もタンニンもバランスが良くて、でまろみがあって何にでも結構合う、軽すぎず重すぎず超バランスタイプのイメージあります。なるほど。おお。うん、ザ・フランス、ザ・ボルドーって感じやね。ほんとだ。わー、うん、これはチーズ料理に合うな絶対、うん、何もかも赤い果実って言ってしまっているように聞こえちゃうかもしれんねんけど、これは決してイチゴではない、うん、どちらかというとちっちゃい赤い実、タンザシとかクランベリー。なんでチーズに合うって思ったんかな。ミルキー、香りがちょっと牛乳じゃないけど、牛乳までいかんけどちょっとミルキーな感じがするな。そこまで甘々ではないからチーズケーキとかに合わせてもちょうどいいかも。わかる、バスクチーズケーキね、うんうん、合うと思う、うん、絶対に。次は3クール目でございます。今回の5本は全部メルローっていうブドウ品種のものなんで、うん、もう完全に同じブドウで飲み比べです。まず11本目、シャトーデュラゴン2022、これはフランスのワインです。まあ、メルロー主体で多分ブレンドされてる他のブドウも。おお、これは割と果実味しっかりやね。うん、俺アメリカンチェリーやわ、香りも味も。へえ、甘みもある。
まあ、若干の多さもあるね。いやこれは結構優等生って感じで正統派イケメンって感じ。後味に鉄分とあと塩味があるから、うん、これはもうシンプルに焼いた牛肉ステーキにめちゃくちゃ合うと思う。ティーボーンステーキとか行きたいねこれで、うん、ちょっとえ肉買うてバーベキューする時とかいいと思う。行楽シーズンにいいんちゃうかなっていう一本でございます、うんうん、では次12本目ですね。こちらもフランスワインメゾンデュアルルージュ、ボルドー地方のメルローの赤ワインでございます。メルローだけじゃなくてカベルネソーヴィニョンっていうねまた別のブドウもブレンドされてるらしいです。肉料理全般とよく合いますと書いてますね。ちょっと待って、ため息出てるやん。ビビった、これやばい。いやちょっと香り、今まで12本目ですけど香りレベチです、香りがすごいフランスワンのいいとこ出てる。嗅いでみて。わかるやろ、2ランク上香りのレベルが、うん、まあだから香りが良すぎて味が微妙かどうか分かれへんから。確かに、うん、何このエレガントな黒い果実系な香りとおとなしいウッディな香り、うん、俺の中でやっぱこれはモミジっていう感じやな。あ、めちゃくちゃわかる、うん、めちゃくちゃわかる。枯れた感じあるよね。そう、枯れた感じもあるしモミジやねんな。ちょっと落ちてまわないモミジ、パリパリになってない感じのモミジね。マジか、やりやがったな、セブンイレブンやりやがったな。飲んでもうまいんかい。飲んでもうまいんかい。いやちょっとこれはうまいわ、シンプルに全員に飲んでほしいこれは、うん、いやこれうめえ、マジでこれちょっとごめん、もう何回も言うけどマジでこれうまいわ。すごい香りはエレガント、ちょっとおとなしい木の香りもあるしスパイス感もある、うん、で飲んだ飲み口がめっちゃ滑らかなタンニン、うん、だからワインが嫌いな人も飲みやすいと思う、うん、口当たりがすごい滑らかでちょっとまとわりつくようなオイリーな感じやねんな。でも別に渋さが渋とか感じへんし、ちゃんとその黒いブドウの果実味も感じられるし、で後味この余韻も心地よい余韻、ちょっとコンビニワインらしからのいい意味でね。いやちょっとにんまりしちゃう一本でしたね、うん、これはうまい、これはうまい、うん、参りましたセブンイレブンさん、さすが素晴らしいです。では続いて13本目はこちら、ファミリーマートファミマルのエンビーのシリーズのメルローです。この方はもう白ワイン編で散々私たちを喜ばせたペンビーノじゃないですか。そうなんです、ペンビーノパイセン、メルローもあんのかい。めっちゃ手広くやってる。これはチリのワイン、ペンビーノマジでうまい。白は良かった、うん、じゃあ赤もいいんですか、わかりませんよね、うん、お手並み拝見。まずは香りがどうやねんと、うん、色はね赤に近い赤紫やね。ふじふじにんまり、ペンビーノパイセンやってますわ。これもやっぱり殿堂入りってなったらもうペンビーノ買っといたら間違いないみたいな感じになるような、無言一旦飲んでほしい。うまかく、うまかくいただきました、ペンビーノパイセンです。余韻長、わかる、余韻長い、ここが気持ちいいよな。なんか表現合ってるか一旦置いといても、言いたいこと言っていい、どういう余韻かって説明して。この辺を子猫の肉球でムギュムギュされてる感じやねんな。全く分からん、ぐらい気持ちいいっていうのはそういう意味ね、余韻が心地よいっていう感じやね。子猫の肉球にムギュムギュされたことあんの？ない。だから表現やん、これ表現の自由ですよ。気になる人はね、天秤のパイセンのメルドを買ってくださいこれね。味わいを分解していきましょうか、うん、まず口当たり、シルキーなんです。シルクですかっていうぐらいスーっていう優しい口当たり、ワイン業界で飲みやすいっていう言い方は褒め言葉ではないとか言われたりするやん、うん、でもこれはそれがやっぱ当てはまっちゃうような、飲みやすさっていう意味では口当たりが滑らかやから飲みやすい、いろんな人がっていうのはどうしても出てしまう。これ全部今のところメルドやんか、まあここはまだ飲んでへんけども、もう違うやん、うん、同じブドウでもなんか一番軽やか、うん、まあ僕個人的には香り自体は熟したラズベリーとシシトウ腐葉土ですね、葉っぱが落ちて土にこう帰ってる途中の土の香りっていう落ち葉感があるって感じですね。香りはで味わいもちょっとザクロ、どっちもザクロ感を感じるのとベリー感もあるし、アセロラとチョコレート感もあるかなっていう結構複雑な味わいでした。次14本目、こちらです、グランアンデスシリーズのメルローでございます。これはセブンイレブンですね、うん、これもチリワインです。白は結構しっかりとした香りと味やったな、うん、うん、駄菓子屋に売ってる飴っぽい感じがする。確かに確かに、これも氷入れてカチ割り系ね、結構これに近い感じ、ブルーベリー系のチューイングガムっていう感じ、まあこれほど甘くないけど、うん、まあ同系統やね結構。
うんうんうん、この中でここではまだやけ飲んでへんけど一番軽いな、なんかみずみずしさがあるな、なんか赤ワインでもミネラル感というか俺個人的にはね、そんな感じがします。では15本目カーサスブリカソーネルローでございます。ローソンです。これもチリワインですね、うん、さっきと同じです、うん、ローソンのこのカーサスブリカソーは鉄板なんよ、優等生できすぎくんや、ね、まあでもわからんから。おお、なるほどね。どっちかというと青々しい感じがするね、香りは。うん、美味しい、シンプルにうまい。天秤のパイセンとええ勝負してます。あーほんまやな、うん、これも結構落ち葉感、シシトウ系の香り、若干のチェリー感。うーん、素人の時もさこれとこれで結構ええ勝負してたよな、うん、天秤の先輩とカーサスベルカソーパイセンはライバルなんすね。やっぱうまいよ、うまい、ほんまに何かの誤差があるかなぐらい、うん、ただ一個言うとくと裏のラベル見たら分かるんですけども、輸入者はメルシャンなんですよ、どっちも。なんで輸入する人の好みにも若干さ、うん、偏る傾向もなくはないやん、似たような感じになってるんかなみたいな。めちゃくちゃセンスいいよな。俺下手しい中身ほぼ一緒ちゃうかっていう疑ってるOEM 信じやがって思ってるぐらい似てる、すごい。正直この2つインポーター輸入者も一緒やし同じチリやし、もうぶっちゃけローソンとファミマっていう違いなだけで中身一緒ちゃうかと僕疑ったんですけど、で再度飲み比べしました、やっぱ違いますわ。でも結構同じ同系統に取ったから迷うっていう感じですね。いいワインです。では4クール目でございます。で今回はこれだけメルローっていうブドウで、こっから4本はシラーっていうまた別のブドウになります、うん、では16本目からワールドディスカバリーシリーズナンバー3フランスボルドーのメルローでございます。そう、なんか札なんなん、この札はこのワインに合う惣菜を提案してくれてるんです。例えばこれだったら金のハンバーグって書いてんねんけども、このワインセブンイレブンでしか買えないワールドディスカバリーシリーズっていうワインです。でこの金のハンバーグってセブンイレブンで買えちゃうんです。だからセブンイレブン行ってなんかちょっとご飯も食べたいし、そのご飯に合うお酒欲しいなっていう時に、もうここに書いてるから、これ買って金のハンバーグ買ってレンチンしてもう成り立つんです。すごいやんっていうのを提案してくれてるのがこのワールドディスカバリーです。じゃあセブンイレブンで完結するんや、ペアリングが。そうだから、いちいちセブンイレブンでこれ買ってライフとかスーパーで買ってみたいなことをしなくて済むっていうのがワールドディスカバリーシリーズでございます、うん、この金のハンバーグとかジューシー鶏つくねすき焼きに合うらしいんですけども、果たしてこれが美味しいのかどうか。これも同じです、これついてるやつすごいいいですね。セブンイレブンだけやで、異様にプライベートブランドのワイン多いの、圧倒的。ではこんなワインをまずいきます。なるほどね。まあ俺が最初に思ったのは結構なんかアルコール感強いなって思っちゃったんよ。香りそうやね、ちょっと甘いの。甘いな、香りはだいぶ。思ってたのと全然違った、うん、濃厚な旨味、渋み、肉汁に合うでしょうね。これは合うよ。では次はシラーというブドウのワイン4種類です。では17本目カーサスベルカソーシリーズのシラーズ、うん、こちらチリワインでございます。色はもうほぼ黒い紫、うん、ホワイトペッパーの香りの中にちょっとクリームっぽいねんな、ミルキーな感じがする。玉ねぎっぽい辛みと甘みを感じる。味わいはだいぶあっさりしてるけど、後味にちょうどいい塩味と鉄分、タンニンは割と軽めやな、見た目の割には。香りはまあ最初にも言ったと思うんですけど、俺の中ではホワイトペッパーな感じもするし、控えめなタルの香り、ウッディな感じがするんよ、うん、で味に関しては正直序盤に飲んだピンノワにすごい近い、あっさりとした出汁感のある薄馬って感じの味わいです、うん、俺らの中のシラーとはちょっと違った感じですね、うん、と何回か飲んでいくとちょっとカプサイシン感というか、うん、唐辛子までいかんけどもちょっとなんかそんな感じのスパイスな感じもするって感じかな、うん、すごい面白い一本でした。では次18番です。こちらもワールドディスカバリーシリーズパイセンです、うん、こちらオーストラリアリベリナのシラーズでございます、うん、オーストラリアですね。なんかあのシラーとシラーズって2つ呼び方があって、うん、シラーをわざわざシラーズって呼ぶぐらい、おそらく自分たちの国で力入れてるんだろうなっていうのがオーストラリアですね。オーストラリアとニュージーランド独特の呼称がシラーズです。でヨーロッパではシラーって呼んでるんですけども、まあ果たしてどうなのか。こっちに比べたら同じシラーズやけど、こっちの方がすごいジューシー、果実味が強い。俺の中ではこっちがシラーって感じ、果実味が強い、すごい。
おお、香りはどう、うん、アメリカンチェリーとかじゃないけどチェリー甘い、ちょっと甘いね。まあ当然ペッパーある。なんで角煮っていうか分かるわ。あの八角っぽい中華のスパイシーさがある。確かに香りから八角あるかもな。香りはアメリカンチェリーと八角が主張が強くて、味わいもまあその2つも強い。さあでは19本目でございます、はい、オーストラリアのウルフブラスビンヤーズリリースシラーズでございます。こちらはセブンイレブンですね、うん、また違うね、さっきのやつとは、俺の中ではこっちの方が甘いかな、香りは。はい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 、 いやうまいよ、うまいけどやっぱ違うな。甘い系のスパイスの香り。味わいは、まあ、当然黒胡椒感もあるけど、うん、全面に出てないね。そんなスパイスしてる感じはね。せやな、果実感とそのシナモン感の方が強い。うん、美味しい。でちょっとイチゴ感あるから、うん、これも私ラム肉に合うと思うな。さあでは20本目ですね。アルパカのシラでございます。え、ほんのり甘い食パンのトースト、焦げ臭いとかじゃなくて、うん、パンのトースト粉って感じ。なんかオレンジピールとかのそっち系の香りの方が強いかも。白っぽい香り、オレンジピール、うん、へえ。味わいは超フレッシュ、結構酸強め、酸がグンってくるからこそその酸の余韻が長くて、うん、まあ、これも当然胡椒、八角、まあ、シナモンも少しぐらいのスパイス感もある。これは結構余韻も長くて美味しいかも。まあ、ちょっと舌がザラってする感じはまああるけど、まあ、そんなに強くないかな。確かに香ばしいトースト粉、トースト粉っていうかトースト、うん、まあ、食パンのトーストの香り、うまいやないかい。うん、めっちゃ美味しい。結構シラーってバラつきやったね、うん、シラーってこういうもんでしょって俺らの中にはあって、うんうんうん、でもそれをいい意味で覆してくれた4本だよな、うん、面白いな。シラーでもこんないろんな面があるんやっていうのを今回知れたんで、すごいこの企画は自分らのためにもなったよな、うんうん、では21本目、ワールドディスカバリーのナンバー10、イタリアプーリアのプリミティーボでございます。イタリアのねプーリアっていう結構南東やね、イタリアのところのあったかい地方で作られているブドウ品種でございます。俺がめっちゃ好きなブドウです。でこのプリミティーボっていうブドウ品種に関しては僕ちょっと思い入れがありまして、僕がワインを好きになった、嫌いから好きやで、真逆になったきっかけが実はこのブドウなんですよ。厳密にと違うねんけども、このプリミティーボをアメリカではジンファーネルって言われてて、呼び方が変わる。そのワインをうさに進めてもらって飲んだら、え、ワインってこんなワインあんの、うん、ってなって、そっからワインの世界にハマったっていうきっかけがある。まあ言ったらもう一緒ですよ、プリミティーボも、うん、もちろん諸説はあるけどな、うん、同じかどうかっていうのはそれは最大を言って、でも僕はほぼ同じだと思ってるんで、味わいとか思い入れのあるブドウ品種でございます、うん、ちなみにこれに合うやつ、金のボロネーゼ、セブンイレブンプレミアムでゴールドか、うん、で買える。これめっちゃ美味しいね、何回も食うた、うん、レンチンで食えるパスタで一番うまいと言っても過言ではない、うん、に合うらしい。ほんまかいな。ということでとりあえず香りから、ほう、カリスミはあるね、うん、なあ、まあまあまあ、なるほどね、うまやな、うん、トマトの感じがする。だいぶ苦めのチョコレートに感じる酸味、うん、うまい。そもそもプリミティーボっていう品種がどういう味わいなのかというと、一言で言うと結構チョコレート感、うん、コーヒー感とか甘やかな香りがするものなんですけど、これは余韻でめちゃくちゃチョコレート感はあるけれども、うん、それが全面に出てるわけではなくて、むしろ入りはトマトとかプルーン、トマト、まだブラックチェリーかな、まあ、もっと細かく言うとあるけど、うんうんうん、ざっくりより、なんか今まであんまりプリミティーボにトマト感感じたことなかったけど、うん、結構トマトが強いねと、まあちょっとスパイシーな感じ、胡椒、最後はもうしっかりチョコやな。はい、では次は22本目はこちらカベルネソーヴィニヨンなんですけれども、こっから最後までこれからはもう全部カベルネソーヴィニヨンっていうブドウで作られた赤ワインでございます。でこのカベルネソーヴィニヨンっていうブドウの特徴はもうザ赤ワイン、もう皆さん初心者も含めてもう赤ワインってこんなんでしょっていうイメージの典型的な味わいのするブドウです、うん、ではこれ22本目はヨセミテシリーズのカベルネソーヴィニヨンでございます。カリフォルニア、アメリカですね、うん、俺が持ってるカベルネソーヴィニヨンではない、全く、そう、全く違う。なるほど、甘いな、なんで、そう、めっちゃ甘いんよ。
香りが。いちごの飴ちゃん系やな。俺的にはまあまあザ赤ワインが苦手な人はこれ飲んだらあこういうのもあんねやっていう気づきはあるワインやとは思うねんけど、うさみ的にはどう思った？チューイングガム系のケミカルな甘さがあります、うん、謎の。以上終わりです。では次23問目、カスチェロデルディアブロカベルネソーヴィニョンです。でこのなんかついてるやつには販売量世界ナンバーワンプレミアムチリワイン、盗み飲みされるほど美味しい、悪魔は美味しさの証って書いてんねんけども、それぐらい美味しいと表現したいんでしょう。ほんまかい、ほんまにほんまかいやで、ね、これ。はい、もう全然違う。もうちょっとこれが逆におかしい、おかしいという意味方あれやけど、うん、違いすぎて、うん、これこそカベルネソーヴィニョンのワインです。はいはいはい、これはチリですね、チリのワイン。今日初めてカベソー飲んだわ。待て、わしワイって言うてんねこれ。いい感じのピーマン粉、うん、やっぱこのピーマン粉がすごい分かりやすい特徴やな、めっちゃうまいやん。皆さんの頭に描いてるイメージの赤ワインの定番の味ですね、うん、まあしっかりもタンニンもしっかり目にあって、うん、口当たりが滑らかで香りもちょっと青っぽいピーマン粉があって、うん、教科書通りの赤ワインと思います。では24本目、ワールドディスカバリーナンバー2、うん、フランスペイドックのカベルネソーヴィニョンでございます。おお、またちょっと違うわ、ディアブロと違う、こっちの方がちょっと香りは酸強めやし、果実味も強め。あー、大人の味わいやね。カカオブラックベリーって感じやね。ちょっとチョコレート感が全面出てる、カベルネソーヴィニョンかも。ブルーベリーチョコやな。何回かしっかり飲んでみたらカスタードは感じてくると思う。まあ、ちょっと意見分かれそうやな。要するに割れるぐらい複雑ってことですよ、味わいも香りも。このカスタードは多分タル由来やと思う、タルの香り。分かった、味わいビックルがある、絶対に乳酸の感じね。俺は分からん、ビックルまでは分からん。ビックルって言うんやったら俺はカルピスやわ。何回か飲んでて分かったけど、まあいろんな味が感じ取れるというか、うん、やっぱ複雑なだけあってすごい面白いかなっていう。臭みはビックルの感じがするって言ってたし、俺は後味はカルピスやね。乳製品の飲料水を飲んだ後の後味、下のなんかちょっと残るタンニンの感じがそれに近いんだな、それはすごい分かった、うん、面白いなこれはこれで、うん、では次25本目、カーサスベルカソーローソンですね、カベルネソーヴィニョンでございます。カーサスベルカソーパイセンマジでうまいからな、ちょっと言っちゃってよ。ないから、いただきます。大好きです。これも美味しいねんけど、これ変わりだね、カベソーよりもこういう王道カベソーが好きやわ。やっぱ基本に忠実というか、定番の味が結局はいいってなるよな。美味しい、めちゃくちゃバランスがいい。やってんな、カーサスベルカソーパイセン。やってんすか、じゃあ僕もいただきます、はい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 、バランスがめちゃくちゃいい。やっぱりワインって白も赤もそうなんですけども、バランスってすごい大事で、酸味が強すぎるとか渋みが強すぎるとか甘すぎるとか、そういうアンバランスのやつってやっぱり1杯目はさ、インパクトは強いけどさ、2杯目3杯目って行きづらいけど、これはそれがちょうどいい感じに丸い円形になってるよな、バランスがすごい、全部に対してめっちゃええわ。最初、まあ、味わいを分解すると、最初ピーマン粉から来て、で結構なんかジューシーやん、ブルーベリーとかそういうブドウ系のジューシーさというよりかはトマトとかそっち系のジューシーさが来て、でタンニンはめちゃくちゃ優しいよな、だいぶ滑らかで、それよりかはジューシーさが前面に出ている。ジューシーさが後味の余韻でちょっとチョコレート感、これは私めちゃくちゃ、いやこれはちょっと高いね、レベルがね。美味しいわ、シンプルにうまい、塩味もあるし、料理にすごい合わせやすい一本だと思います、では次は6クール目でございます。もう結構2人ともほろ酔いを通り越してます、すでに。もう手元危ういよな、危うい、舌も回れんし。というわけで次は26本目でございます。ファミマルテンビーノのカベルネソーヴィニョン、テンビーノ焙煎チリワイン、これも定番のカベルネソーヴィニョンって感じのワインですね。香りはちょっとミルキーな青々とした香りね、牛乳をまとったシシトウピーマンみたいな感じ。めちゃまずそうやんか。いや表現で言ったらまずい、でもそういう香りはするんよ、スパイス感もあって、うまい。なんかミルキーっていうより牧草、わら、イグサ、
うまい。では次27本目でございます。ロバート・モンダビーツインオークスカベルネソーヴィニオンでございます。セブンイレブンのプレミアムですね。でこれはアメリカやな、カリフォルニアのワインや。ウッディです。ウッディか。甘いちょっとほのかなバニラ粉しますね。うん、あ確かにうまいな。ヒノキもあるね。バラ、イチゴもあるな。バラあるね。味わいは？味わいは割と酸味があってジューシーなプラムとかそっち系の味わいで、後味はあの優しいチョコレート。では28本目でございます。アルパカのカベルネソーヴィニオンでございます。これもチリですね。これどっちもアルパカ、でどっちもカベルネソーヴィニオンっていう同じブドウなんですけども、こっちがプレミアムっていうさらに上位互換なんでしょう。俺も飲んでんから知らんけど、何が違うのか分からへんけども、こっちの方がお高いし、まあいいブドウを使ってるんじゃないかっていう予想です。まあでもそのまずビーシックな方からいきますね。大体大手のコンビニやったらあります。こっちは5軒探して1軒あるかぐらい、結構ない。これは安定感、なんかやっぱアルパカってカベルネソーヴィニオンの赤ワインってこんなんでしょっていうのをちゃんと表現してくれてる、ブレない。ピザトースト、わかる、ピザポテトも合うと思う、では次29本目、こちらの上位互換です。同じブドウのアルパカプレミアムでございます、プレミアムってやっぱさ、ハードル上がるから超えてくれてんのですかっていうのは気になる。すごい値段は、これは1000円以下やけど、これ1000円から1500円の間やったと思う。すげえ。うん、こっちの方が上品な香りはする。エレガントというか高級感のある香りね。まあもちろん好みは俺はこっちの方が好きやな。プレミアムの方がなんかよりバランスとか洗練された感じがする、めっちゃ端的に言うと、こっちがトマトジュースでこっちがピザペーストぐらいの複雑性が増してるって感じ。ま、純粋にプレミアムの方がほんのり塩っぽさとか鉄っぽさとかがいい感じに混じり合ってると思う。なんかより複雑になってでもバランスは崩れず、より複雑味が増してて美味しいよ。せやせやってね。さて6クール目ラスト30本目でございます、はい、レインボーロリキートのカベルネソーヴィニオン、ファミマルですね。これの白の方も美味しかったんよ、オーストラリア。あんまりないからコンビニワイン、オーストラリア、美味しいんかな。まだ違うよね、オーストラリアのカベソ。香りだけで言うと、もっとこっちの方が塩味が強い感じがする、うまいんかい。果実味もある程度あって、塩味もあって、でも口当たりが滑らかでみずみずしくて、でも深みもある程度ある、良きやね。これもちょっと味噌感あるか。アルパカのプレミアムよりはないけども、あるっちゃある。ではラスト7クール目の31から35本目を飲み比べしていきます。はい、もうだいぶ日が暮れてね、もう丸1日収録してます。ではまず31本はフロンテラシリーズのカブリネソーヴィニオン、これもチリワインです。これはどこにでも売ってる、スーパーでもコンビニでも売ってるね、やつなんですけども、果実味しっかりって書いてあるな、ここに。ほんまやな。チョコ感強いけどね、果実味もあるけど、それよりもチョコ感。飲んだら果実味もまあしっかりあるなって感じやけど、なんかここに書いてるほどではないかなって思っちゃった。結構果実味あるくない？俺が思ってるほどやったな。果実味しっかりって書いてないからもっと欲しかった俺は。むずいな。美味しい、甘い、トマト料理とかに合いそう。トマトの味するしな、香りも味もトマトの味は結構するかな、それとまあベリー系の味とチョコレートって感じかなと思います、では次32本目、グランアンデスのカブリネソーヴィニオン、これセブンイレブンで、これも同じくチリワインでございます、色はほぼ変わらないですね。むしろグランアンデスの方が果実味が強い気がする。これ何の香りやろうな。胡椒結構強い、ナツメグとか。これ例えるならサロンデュショコラ。サロンデュショコラって何？バレンタインのシーズンに
百貨店がうわーってもう展示会するやんチョコレートの、うん、それの中におしゃれなチョコレート屋さんってスパイスとか実山椒とかを入れたりするんよ、うん、胡椒とか、うん、そういうスパイスとチョコレートがうまく合わさった一品という感じがします。では次は33本目、寄せ見てロードスペシャルセレクションカベルネソーヴィニヨン、これはセブンプレミアムゴールドですね。なるほどなるほど、あんまりなリアクション的には。いや俺の期待値が高すぎたんかもしれない。美味しいよ、もちろん上品なんです、全体的に香りも味も。確かにおしとやかやな、なんか控えめな女性って感じがする、うん、ただ結構出汁感もあって、あーごめん、わかるわかる、なんかちょっと鰹節とかそういういりこっていうのを言おうとした、うん、今までピノノワールに感じてきてたような出汁感、うん、小梅感を内包したカベルネソーヴィニヨンって感じ。確かに出汁感あるよな、小梅感もあるね、ある。うん、これ和食にも合うな、絶対合うね、和食に合いそうな味わい、この出汁感。椎茸の肉詰めの天ぷら、そんなんある？ある。あんまりないで、ま、多分、うん、そんな頻繁には見ない。揚げてなくてもいいかも、椎茸の肉詰めってあるやん、うんうん、それに合いそう。確かに合うと思う、結構和食に寄り添うような味わいやから。ワインって洋食に合わせてなんぼでしょっていうイメージをいい意味で覆してくれるような味、うんうんうん、もしかしたら唐揚げも合うかもね。あ、唐揚げ合うと思うわ、うん。では、はい、34本目ですね、カリフォルネのカベルネソーヴィニヨンですね。これも白ワインもあったけども、これアメリカのワインでございます。もうなんか今持っていっただけで結構甘い香りがふわってきた、香りまた全然違う。いやこれこそシナモン、バニラとシナモン。いやほんまやな、うん、今までのシナモンって言ってたけどちょっと火じゃないわ、うん、ほんまにシナモン、誰が嗅いでも、うん、じゃシナモンやな、うまいんかい。樽のバニラコもあるね。なんかさ味わいさ、うん、めちゃくちゃうまみじゅわじゅわ系じゃない、うん、カベルネソーヴィニヨンってこんなんあったっけ、うん、っていう新たな発見になった。あとなんか後味にコーヒーも来て、うん、あ、うん、なんか食後酒にちょうどいいな、締まる感じね、締まる感じ。確かにコーヒー感強いね、うんうん、ではラストでございます。もう 5,6 時間かかってます、うんうん、35本目まで。それのラスト締めくくりが、はい、こちらフランスワインです。ファミリーマートで買えます。またこれはこれで違うんかい、梅感強いな。そうなんや。なんか梅プラス出汁感があるから、うん、なんか梅茶漬けじゃないけどさ、うん、梅出汁茶漬けみたいな、うん、あ、これもうまいな。うまい、うまいな、うん、カベルネソーヴィニヨンってズドーンバコーンみたいなイメージあってんけど、今までこの最後のラインナップ別に揃えたわけじゃないけど、結構優しい出汁感を感じる壁層多かったな、うん、多かった多かった。ガツガツ来てくれるんかなと思いきや、うんうん、あ割と控えめなんやみたいな、うんうん、これはまあ出汁感に加えてちょっと可愛いイチゴ感もあるね。うん、なんか味わいも香りもそうだけども全体的にチャーミングやね。なんか別にバレンタインでこれ渡してもいい感じがするぐらいのチャーミングな感じ、うん、女の子って感じがする、うん、はい、ということで一応ね35本全部しっかり、うん、テイスティングさせていただいて、はい、この中で我々が選ぶ美味しいワイントップ3と初心者に飲んでほしいトップ3を決めたいと思います。はい、というわけで宇佐美さん、はい、お疲れ様でございました。お疲れ様でした。真っ暗でございます。はい、ヘトヘトです。ヘトヘトです。ヘトヘトフラフラベロ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 もう舌も回ってへんベロベロでございます、はい、の中でなんとかね揉みに揉みまくって、はい、トップ3を決めました。もんだね。揉みまくった今回も、うん、白よりももんだと思う、うん、本数多いし、本数多い分さランクインする本数も多いんよね、うん、やっぱりそう。ベスト5ぐらいに入るやつは1すんねんけど、うん、そこからどれすんねんみたいな。そうで、これ省こうとなったらじゃあこれ繰り上げ当選やみたいなって、うん、敗者復活戦やったよ。そうそうそう、敗者復活からのいやでもそれで優勝させてどうなんみたいなこともあったりとかしながらも、うん、なんとか決めさせていただきました、うん、はい。では早速ワインシュタインが選ぶ本当に美味しいワイン第3位から発表していきます。ではまず第3位はダン、ジストグランレズバ2011、スペインですね。スペインワイン、ファミワンでございます。でまずね
選んだ理由の1個としてはもう明らかに他のコンビニマンと違うところが1個あるよな、うん、もうせやね、この飛び抜けてるこれでございます、はい、コルクなんですね、うん、コルクを開ける道具が必要やんか、うん、なんかこれ選んでいいんかなってちょっと疑問というか、うん、あの不安にも思ったんやけど、うん、まあ、それを乗り越えてやっぱりこれちょっと飲んでほしいって思った。でまたこれ改めてちょっとねテイスティングというかしちゃうんですね。しちゃいます。散々飲んだけどもう一回行くそうです。うまい。でまずねこの2011年のブドウで作ったワインなんですね。2011年に積んだブドウ、うん、すごいよな。コンビニワインでは信じられへんぐらい寝かせてる、うん、それ13年やね、うん、13年寝かせてるっていうことは13年の管理コストがかかってるわけですから、うん、そう、そんなんコンビニで買えていいわけがないよな、うん、高いんじゃないですか思うでしょ、はい、奥さん違うんですよ違うんですか。こちらね1078円でございます。安っ。13年の時を1078円で買えちゃうんです。やばいやん。どうなってやばい、うん、でもなんやろな、まあ誤解を招きたくないのが、じゃあもう全部古いワインが美味しいのかっていうわけではないんですよ実は、うん、でもその熟成期間が低コストで買えるっていうところをまずすごい僕の中でも宇佐美の中でも評価の一つとして入ったって感じやね、うん、熟成って何かをコンビニで知れるっていうのがまず、うん、めちゃくちゃいいと思った、うん、でこの熟成によって何が変わるかというと、答えから言うと全体的なバランスが整うんですよ、うん、で何かというと例えばちょっと酸味が強すぎるとか渋みが強すぎるとか、うん、ちょっと主張がどうしてもねワインによってはバランスがちょっと違ったりするんやけど、それがだんだん角が取れて丸くなっていくんよな、うん、でこう十何年も熟成してるからすごいいい感じになっちゃってるんです、うん、これはめちゃくちゃバランスいいよな。柔らかい、そして、うん、決して薄いっていうわけじゃなくて、うん、もうじゅわじゅわ滋味深く柔らかく染み渡るようなうまさ、うんうん、まず香りから嗅いでほしいんですけども、この香りがねすごいおしとやかなウッディーなね木の香りがするんです、うんうん、まあ、それでおそらく樽から来てる香りやと思うんですけど、樽の中で熟成してるから、うん、樽の木の香りがどんどんいい感じに移ってきてね、すごいもうアロマテラピーっていうぐらいすごいいい香りがするんです、うんうん、でもおとなしい感じで、うん、で飲んでみたら香味感もありつつ、うん、まあ、ちょっと鉄分の感じもありつつ、でも複雑味がすごいあるんよな、うん、でまたこれ開けてすぐと、うん、30分後くらい飲んだのとまた全然違うかったよな、うん、全然違う。でここのね瓶の裏にも書いてるんですけども、こう飲む前の10分15分前に抜栓開けてくださいって書いてるんですね。なんでまあほんまに開けてすぐ飲むのとちょっと置いてあるのとは違かったから、開けてから10分15分後に飲むのが一番飲み頃だというのが公式サイトの見解でございますんで、ぜひそちら参考にして飲んでみてください。これが第3位でございます。では続いてワインシャインが選ぶ本当に美味しいワイン第2位はこちら、アルパカプレミアムカベルネソーヴィニョン。これは、ま、世界の中で最も高級なワインエリアの一つと言われているフランスのボルドー地区でよく取られているカベルネソーヴィニヨンという品種を使ったワインです、うん、まあ、作ってる自体は、はい、あのフランスではないんですけれども、うん、これ選びました。もう選んだ理由はもう超超超複雑で、コンビニワインでこんなに表現しちゃっていいんですかっていうぐらい、うん、もうめちゃくちゃ複雑で、そもそもカベルネソーヴィニヨンってどういう品種なんですかって言われたら、ピーマンコーとかトマトとかの香りがふわっと来た後に、まあ、爽やかな果実味も来て、その後にちょっと味噌っぽい醸造したような香りもこの鼻から抜ける香りの中にあって、で酔いもめちゃくちゃ長いねんなこれ。でその味噌がなくなった後にちょっとした塩味とか鉄分の感じとかがずっとじわ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 喉から鼻にかけて残ってくれる感じで、もうめちゃくちゃ複雑。もうこれコンビニワインじゃないかもしれへん。ワインバーで一杯1200円とかに出されても、うん、美味しい美味しいって飲むと思うっていうような一杯で、もうこれぜひ買ってほしい一本なので、うん、今回ベスト2に選ばせていただきました。僕もイカ同分です。イカ同分。いやちょっとアルパカマジでレベルほんまに高い、うん、ちなみにこちらねお値段1096円でございます。安いよ。
安いよ。グラス一杯その値段でやっても安ってなる。これはねチリのワインなんですけど、チリってコスパがいいワインがすごい多いんですけども、うん、まあでも言われんとちょっとわからんかなぐらいの感じやんな、うん、あと、まあ、その有名品種カベルネソーヴィニヨンっていう有名品種とはっていう味わいが1000円で知れるっていうのもすごい素晴らしいと思います。そんな宇佐美氏からの熱量の高いコメントもらったこのワインですら2位なんですか。いやーやっぱ上には上がいるね2位なんですよこれが、はい、ではいよいよ我々ワインシュタインが選ぶ本当に美味しいワイン第1の発表でございます、はい、集大成やん。集大成54本のほんまにやってほしい。逆に、うん、一旦全員修行修行ほんまに修行。マジ部活やったな。いや部活の方が楽やまあ面白かったけどね、うん、いろいろ発見もあったし、うん、っていう中で揉めに揉めまくって選んだ第1位はダーン、ヨセミテロードスペシャルセレクションピノノワールでございます。こちらアメリカのワインです。ピノノワール先輩ですか。そうなんです。まあ我々ピノノワール大好き人間からしたら、うん、ありえへん。いや大好きやからこそかなり辛口やんね、うん、ピノノワールに対して。うん、やけどその関門を乗り越えて見事1位に輝きました、うん、これはもう反則。やっぱちょっとずるいな、うん、このセブンプレミアムゴールドは、うん、ほんまに本気出しすぎやわ。ちょっとやりすぎうん、あかんわ。ちょっとごめんなさい、改めてね。ウィニング団的な感じで、うん、ウィニングなんていうのドリンク、ウィニングドリンクわからんけど香りがね、マジで香りを届けたい画面の向こう側に。ピノノワールってね、もちろんフランスであったりとかオーストラリアとか、もちろんアメリカ、これアメリカなんでアメリカのピノノワールなんですけれども、まあ、各国の色っていうのがすごいあるんですけども、うん、カリフォルニアのピノノワールってこれだっていうのをすごいちゃんとこう表現しきってるというか、うんうん、で俺らが結構好きで箱買いしてたようなピノノワールのカリフォルニアワインにもうほぼほぼ一緒で、金額こっちの方が安いし、みたいな。これからこれでいいっていうぐらいすごいデイリーに、しかも飲み口も軽いし、うん、おすすめな一本でございます。で、ちなみに金額はと言いますと、1078円でございます。安い。安い。マジで、アメリカのワインって輸送費もかかって高いから、うん、1000円台でほとんど買えないんですよ、うん、美味しいワインって。それがすぐそこのセブンイレブンで買えるんですか、いいんですか、うん、っていう感じ。これしかもそのまま飲んでも美味しいし、うん、料理に合わせても美味しいし、うん、どっちもいけちゃうタイプやね。せやね、どっちもいけるね、うん、料理合わせるとしたら何やろ。鴨肉のローストだったりとか、うん、私はねラム肉めっちゃいいと思った。あ、ラム肉ね、うん、バラとかイチゴとかいろんな香りがして赤身中心の肉にめちゃくちゃ寄り添うと思いました。で、まずこの香りなんですけども、すごいなんかフレッシュなイチゴの感じの香りがするんよな。いや何回嗅いでもいい香り、うん、で味わいはとにかくジューシーで旨味じゅわじゅわ系、うん、でちょっとなんかパンみたいな酵母感もあって、うん、もうとにかく旨味が強いんで、これはねぜひ飲んでほしい。ほんまに飲んでほしい、うん、飲んだことない人はえって思うと思う、うん、とりあえず買って美味しくなかったら300円あげるやったっけ。はい、買って美味しくなかったら300円あげますんでぜひ僕に請求してください。もちろんその個人差があるんでね、好みとかあるし、うんうん、下の好みも感覚の違いもあるからあれやけど、うん、それでも自信を持っておすすめできる一本でございます、うん、これが堂々第一位です、うん、これ割と2人とも満場一致やったな、うん、ほんまに35本の中で、うん、ピタッともう1位は一致してたなっていうのが我々が選んだ本当に美味しいワイン第1位、ヨセミテロードスペシャルセレクションピノノワールでございました。さあでは宇佐美さん、はい、続いてはねガチで初心者の方におすすめしたいコンビニワイントップ3の発表でございます、はい、初心者におすすめしたいワインってどんなワインですか。まず赤ワインって、まあ、僕自身もすごい苦手やったんですよ、うん、ワイン自体が嫌いから好きになった人なんで、まあ苦手な人の気持ちもわかるんですけども、うん、赤ワインって特に渋い、酸っぱい、美味しくない、苦い、まずい、もうそんな感じ、しかも高いみたいな、うん、もう飲む意味あるんぐらいの感じで思ってたんで、逆にだからその渋すぎない、酸っぱすぎない、重すぎない、初心者の人に対しては、まあすごい、とっつきやすいというか、こんなワインあんねやっていう気づきが多いだろうっていうワインをね、うん、今回チョイスさせていただきました。なんで、そのワインが苦手な方の、ワインに持ってるイメージを覆すようなワインを中心に今回は3本選ばせていただきました。まず第3位からでございます。ワインシュタインが選んだガチで初心者に飲んでほしいコンビニワイン第3位はじゃん、
フロンテラカブリネソーヴィニオン。カブリネソーヴィニオンってまあ初心者の方はね、わからないかもわからないんですけども、うん、初心者からしたらワインってこんな感じなんでしょっていう、うん、マイナスイメージじゃないけど出がちな品種でもあるよな。そうマイナス要素出がちな、うん、なんか渋い酸っぱい美味しくないみたいなものは大概初心者からしたら、うん、このブドウで作られてるワインが多いんですけれども、うん、これはいい意味で覆してくれるワインでございます、うん、このカベルネソーヴィニオンってしっかりとなんか重いというかアルコール感強くて、うん、タンニン渋みがすごいあって、うん、まあ、牛肉と一緒でないと用のまんわっていう感じのものがすごい多いんですよ、うん、でそれはやっぱこう初心者におすすめしちゃうとワイン、あ結局美味しくないやつやんってなっちゃうんで、うん、それを感じないようなワインになっております。香りはね、でもあの青々としたねスパイシーなシシトウのような香りもするし、結構フレッシュやね。でもフレッシュ、そうそう、そのベリー系のフレッシュな香りも混じってる、うん、複雑味がある香りはすんねんけども、私はもうめっちゃトマトやと思った、うん、これは。あ、トマトはわかる。超フレッシュなトマト。でちょっとなんかチョコみたいな香りもあって、味わいもほんまにもう匂いと同じようなトマトの感じとベリーの感じと、うん、チョコレートのまあ後味がこうさっと引くようなすごいフレッシュな、で飲み口が軽いんですよね、すごい、うんうん、あんまりねワイン通からしたらいい表現じゃないけども飲みやすい一本でございます、うん、ワイン初心者にはまずこっから入ってほしいなって思った、うん、これはもう結構なんかフレッシュなトマト感が強いから、うん、なんかピザとかと合わせてもめっちゃ美味しいと思う、うん、確かに、うん、なんかちょっと冷やしてごくごく飲んでもいいかもって感じのフレッシュなワインですね、うん、はい、ぜひぜひまず入門編としてね、赤ワイン入門、うん、入門編としておすすめしたいやつ飲んでみてほしい。これが第3位でございます。では続いて第2位の発表でございます。ワインシュタインが選んだガチで初心者におすすめしたいコンビニワイン第2位は、なん、カーサスベルカソカルメネールローソンです。カルメネールっていうブドウなんですね。カルメネールって珍しいな、あんま聞いたことないかも。俺も正直あんまり聞いたことない。でここのね裏のラベルに書いてる内容としては、チリの固有の品種らしいんですけども、うん、幻のブドウって書いてるんですね。幻とはそんな珍しいブドウ品種のワイン、うん、はい、ローソンで買えるの？買えちゃうんです。幻がローソンにありますやばいやん。そんな幻のカルメネールっていうブドウで作られたワインがローソンで買えちゃう、うん、まずこの奇跡に乾杯です。で香りなんですけども、香りはね多分初心者の人からしたら、うん？ってなるかもしれん、うんうん、めちゃめちゃ青々としたシシトウのような香り、うん、ハラペーノの香りっていう感じがするんだよな。ハラペーノまで言ってもいいぐらいスパイシー、いいぐらい、すごいスパイシーで青々とした香りやから、うん、これ美味しいんかいって香りだけで判断しがちやけど、そう騙されたと思って飲んでみてほしい一本でございます、うん、で味わいはね優しい酸味が広がるんですけども、ちょっと俺の中ではザクロのような酸味とあと出汁感があるかな。それがいいよな。和食とかにも俺合うと思うねんな、うん、飲んでから飲み終わった後の余韻までがザクロから出汁に移り変わっていく感じで、うん、酸も渋さも結構滑らかやね、全体的に。そうやね、滑らか。だからすごいワイン苦手意識がある方はすごいとっつきやすい一本かなっていうので、今回は第2位に選ばせていただきました。ピーマンの肉詰めとかめっちゃ合う。それは間違いない。それにポン酢かけてちょっと焦がして食うぐらいもいいかな、うん、ぜひお試しあれ。ではこの動画の締めにもなります。我々が選んだガチで初心者におすすめしたいコンビニワイン第1位は、ダン、ヨセミテロードグルナッシュドライロゼセブンイレブンでございます。綺麗な色ですね。めっちゃ綺麗な色なんですけども、こんな色のワインあんの？あるんです。でロゼワインってまあ 3,4 種類ね作り方はあるんですけども、まあ分かりやすく言うと赤ワインよりの白ワインって感じですね、うんうん、はい、まあ、ちょっと作り方がね違うっていうワインなんですけれども、これが第3位でございます。はい、これどんな味なんでしょうか。とにかくねまず香りがね、熟したいちごジャムみたいな感じの香りがして、うんうんうん、可愛らしいチャーミングなんです。すごい香りがね、うん、なんでまず香りから入りやすいと思う。いい意味で裏切ってくれるワインですね。なんか別に酸っぱい香りもせえへんし、渋そうな香りもせえへんし、あとなんか白いお花とかプルメリアみたいな感じの香りとか、うん、あとイチジクみたいな香りとかもして、うんうん、もう色の通りちょっとお花見にぴったりな、うん、香りやんね。そうやね、だからこれからの行楽シーズン、お花見シーズンにはすごいぴったりな一本です、うん、で改めてね注ぎましたけども、すごいいい色やね、かわいい。
香りもチャーミング、もうとにかくね辛いナメコチってみずみずしいんですよね、うん、うん、なんかほんまにもう冷やしても美味しいし常温でも美味しいし、なんかマジでお花見シーズンバーベキューの乾杯の一杯目でもすごいいいと思うし、うん、ワイン初心者に寄り添うような香り、うん、味わいで、え、ぜひ外で飲んでほしいよね。せやね、すごい爽やか。まあほんまにだから外で飲むワインにすごいぴったりな一本でございます、うん、もうこれも自信を持っておすすめできますね。というわけでこのヨセミネロードグルナーシュのドライロゼが第1位でございました。はい、というわけで宇佐美さん、はい、お疲れ様でございました。疲れました。はい、もう半日以上費やして35種類の赤ワイン飲み比べしてトップ3決めました。はい、これはね初心者におすすめしたい1、2、3と俺らが美味しいと思う1、2、3でございます、うん、どうやった計54種類飲み比べてみて、うん、率直な感想は。いや結構序盤にも言ってんけど、うん、やっぱ8割まずいと思ってたら、うん、8割美味しかった。せやね。しかもなんか同じ品種でも全然見せてる顔が違うかったり、うん、あこういう味わいで飲んでほしいって思ったんやろうなみたいな、うん、コンビニにこういうワインを置こうっていうなんか思想が感じられたというか、うん、姿勢がすごいね。あ、そう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 、セブンイレブンの人がこのラインナップで行こうと思った気持ちまで伝わってくるというか、うん、まあローソンファミもみんなそうなんですけど、うん、なんかそういうところ飲み比べができて、なおかつなんか一本一本こんなに味わう機会ってなかなかないからさ、コンビニワインめちゃくちゃ良かった、うん、いやほんまに俺らもなんかしんどかったで正直、うん、しんどかったけどなんかすごい気づきを得られる今回の企画やった。白だけでもそうやし赤だけでもそうやし、うん、っていうので結果やって良かったな。うん、めっちゃ楽しかった、うん、で俺ら自身の普段使いのワインもこれやったら全然普段から買って飲んでもええなっていうのはなんか文句見つかったし、うんうんうん、そういった意味では未然に削って肝臓に普段かけまくってやった甲斐はあったかなと思います。で僕らの中のベスト3と初心者にガチでおすすめしたいトップ3をちゃんと選べたっていうのもすごい俺らの中ではめちゃめちゃでかかったかな、うん、まあ皆さんはねここまでしなくていいのでまあまずはね初心者の方はまあこの3本買っていただく。でまあちょっとワインは知ってるけどコンビニワインってほんまに美味しいの、どうやの、何が美味しいのっていうのは分からないっていう方はまずこの3本買っていただいて飲んでみてください。でそうするとどれかはやっぱりおって思うやつがあると思うんですよね、うん、いや絶対ある。これでなかったらもうごめんなさい、僕が300円払います。また、はい、それぐらいだからめっちゃちゃんと選んだから自信を持って。自信あるね、マジで自信はマジで自信ある。大ハズレはほんまにないと思う。でどういう時に飲んでほしいっていうこともねしっかり伝え切ったと思うんで、一本一本、ね、ぜひ皆さん、ね、日常に選んでいただけたらなと思います、うん、はい、というわけで今回で54種類完全制覇、今回の2本目赤ワイン編をもってして完全満とさせていただこうかなと思いますんで、大手のコンビニ3社さん、ローソン、ファミマ、セブンイレブンさん、ぜひ何か案件があれば僕にください。お願いします。はい、というわけで最後何かあれば一言お願いします。なしなしもう喋りすぎた、もう一日に発言できる発語量を超えた。せやな、もう舌も回ってんし、もうあのかっていうわけで、もう皆さんはねぜひねこの6本はまず参考にしてください、うん、で白ワイン編もねまた別の動画で上がってますんで、まだ見てないという方はぜひ概要欄からご視聴ください。でこれからもねワインに関する動画、もちろん旅に関する動画もあるんですけども、まあ、普段使いのねいろんなワインに関する動画上げていこうと思いますんで、ぜひねチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。では今後もねワインしたいな応援よろしくお願いします。というわけで次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。